アブドルハクアブドルハクは、アフガニスタンのムジャーヒディーン、政治家。それがアフガン戦争で活躍した、パシュトゥーン人のムジャーヒディーン司令官。2001年10月、ハンター・リバーン放棄を先導するためアフガニスタンに、潜入を企てたところを逮捕され処刑された。ナンガル・ハール州出身のパシュトゥーン人。聖火は、ギールザイ部族連合。 アフマド財部族の富裕な名家でザーヒルシャー国王とも関係が深かった。彼の父方の祖,祖父、ワズイール・アルサラー・ハーンは1869年アフガニスタンの外務大臣を務め、大英大労作に奔走した。また、彼のいとこ、ヒダーヤとアルサラーは世界銀行の理事を務め、後にカルザイ政権の副大統領に就任した。彼は諸子であったため家督は、継いでいない。 家徳を継いだ兄には、イスラーム党の指導者だったハジアブズルカディールであり、カルザイの初期の有力な支援者で、後に政権の閣僚をも務めたが、2002年暗殺された。マドラサに通った後、8歳からリセで学んだ。パシュトゥー語、ダリー語、英語を自由に話す。1977年に、グルブッディンヘクマティアール率いるイスラム党の一員として、 当時の共産主義政権に対する武力闘争に身を投じた。後に、ムハンマド・ユーヌス・ハーリスのイスラム党に転じた。それがアフガン戦争では、カーブル地域のムジャーヒディンを束ねた。一連の戦闘での活躍によって、指揮官としての名声が高まり、アフガニスタン全土でも、指導的な立場を得るに至った。ガーディアンによると、戦場で12回負傷し、片足を失った。 そのため戦場では、いつも馬の背にあったという。また、戦勝治療のために、日本を訪れたことがある。1998年、国際連合の和平調停者に就任した。2001年10月、ターリバーンに対抗する、パシュトゥーン人勢力を復活させるために、アメリカの援助の下数百人の支持者と共にローガル州に潜入した。潜入2日後、 2001年10月26日逮捕、処刑された。ガーディアンによると、白が捕らえられたのは二重スパイによる裏切りのためだという。白の能力を過信した ISI に任せきりで、白をサポートする手を何も打たなかった、と CIA を非難する報道が彼の死の直後に相次いだ。ガーディアンは、追悼記事で、有能な指揮官、反民族的、 ロヤジルガを主導する能力がある数少ない指導者の一人だった、と彼を忍んだ。ありがとうございます。